チャンスを挙げまして、去年10月、中島義兼に勝ちまして、国内最強を証明しました。それ以来、半年ぶりの試合になります。2ヶ月間の休みを取った後、今年1月3日から練習再開、そして1月11日には、美穂さんと入籍を果たしました。結婚してからの初めての試合になります、西岡俊明。今日の相手は、フランスのムスタファ・アバハラビー、この選手です。最高の試合、最高のパフォーマンス、そしてモンシプール対中里の勝者との試合が見たいと地元の人に思わせる試合をしたい、そう話す WBC 世界スーパーバンタム級1位西岡です。西岡俊明がマルセイユスポーツパレスのリングに上がりました。スーパーバンタム級の8回戦、こちら WBC スーパーバンタム級世界1位、 WBA では3位にランクされている西岡俊明、今日の相手ムスタファ・アバハラビーです。浜田剛さん、はい、世界タイトルマッチ その行われる会場、同じ日同じリングに上がるという西岡なんですね。まあ、そういうことからして、はい、会場に来ているお客さんに、チャンピオンに挑戦するということをまず見せに行っているわけですよね。はい、あの西岡本人も、うん、そのこの後行われるモンシプール対中里、うん、その勝者とぜひ西岡の試合が見たいと地元のファンの皆さんに思わせるような試合やりたいんだというふうに話していました。そうですね、だからそれで日本から来たわけですよね。去年10月30日中島義兼に勝ちましてスーパーバンタム級国内最強をアピールした西岡俊明。さあ第1ラウンドが始まりました。黒のトランクス、サウスポースタイルが西岡俊明、そして赤のトランクスがアバラバイです。まあ、西岡の連打アピールするには、はい、まずノックアウトするというのは条件ですね。はい、もちろん内容も問われる今日の西岡の一戦になります。黒のトランクスが西岡俊明、サウスポースタイル右をついていきます。アバハラビーは大きな右、はい、フランスに来てからどういう相手かっていうのは、まあ、話で聞くだけしか分からなかったわけですけど、ボディーブローを見せました。落ち着いてますよ、はい、あ、そうですか、うん、はい、今度は左から右、右の連打フットワークを使います。コンビネーションを使う西岡、左から右を打っていきました。おっと、右のボディーブローです。西岡今度は左から右だ、連打の連打、リング中央連打、今度は叩きつけるような左、見てるしですね、はい、打ちたい時に打ちたい、パンチ打ち、落ち着いていいですよ。今の西岡のその連打、リング中央での攻撃でこの会場内もちょっとどよめいています。まあ、もちろんこの地元マルセイユのファンの皆さんにとっては初めて見る選手ですからね、どんな選手だろうというふうに興味もある。世界一というとやっぱり、自分の国のモンシプールを比較しますからね、はい、当然どんな選手だろうという興味を持ってこの西岡の試合を見ているはずです。6000人収容のこのパレルスポーツです。さあ左ストレート、西岡今第1ラウンド1分30秒経過、また連打、西岡左ストレート、相手をのけぞらせました。やっぱり西岡、あ、ダウン取る、あ、今ダウンを取りましたが、カウントが入ります。内訳でやっぱり最初のダウンを奪いました。上げて、はい、力出ましたね。カウント8までレフリーが取りました。さあ西岡一気に仕留めるか、第1ラウンド残り1分まだあるぞ。さあ西岡出る、西岡出る、西岡連打、西岡の左ですね、相手のアバハラビーも懸命に応戦しますが残りまだ1分あります。西岡第1ラウンドで一気に決着をつけるのか、左から右、しかしこの辺りも西岡全く表情を変えずにコンビネーションブローを打っていきます。西岡が左を打ちました。あとアバハラビーのパンチ、大きなパンチを打っています。しかしそのあたり大きなパンチは体の動きで避けています。西岡表情を全く変えません。西岡としあき落ち着いてますよ。そうですか、うん、左バックしているような左を打ちます。西岡またここでちょっと距離を取ります。左を打っていきます。西岡ミードボディーブローダー、このあたりボディからの攻撃を見せています。西岡左、左が効きました、うん、ちょっとアバハラビー足元がふらついていました。さあまだ残り15秒ある。あっと左、ナイスカウンター、西岡の左です。アバフェリー明らかに表情が変わっています。残り10秒を切りました。第1ラウンド左上、さあ連打、さあ連打、仕留めるか、仕留めるか、ほとんど時間がない。ここでゴング、第1ラウンド西岡鮮やかなコンビネーションブロー、いきなりダウンを奪っています。ラウンド西岡の構成をご覧いただいています。1月3日から練習を再開した西岡、これがダウンのシーンにつながるわけですが、
浜田剛さん、はい、あの笠井トレーナーが、はい、西岡の本来の武器である左ストレートが戻ってきているんだという話をしていました。ウエイトを上げて、あの階級を上げて、力がつきましたね。あ、そうですか、はい、これが一番いい点ですね。だから、まあ、バンタム級時代やっぱり苦しかったかなと思いますけどね、はい、さあ第2ラウンドが始まりました。黒のトランクスが西岡俊明、2002年の12月ラスベガスで試合を行って以来、海外では2試合目、フランスではもちろん初めての試合になります。西岡サウスポースタイルの西岡、右をついていきます。リング中央、すでにアワハラビー第1ラウンドダウンを期していまして、顔を見てもかなりのダメージ、すでに鼻の周りのあたりは腫れています。左、そして左を打っていく西岡、まあ、左西岡の力からすれば、はい、2ラウンド3ラウンドぐらいで、はい、決めなきゃいかんですね。西岡本人も3ラウンド以内でやっぱり終わらせたいんだという話をしていましたが、さあ西岡は右をつく、そして左を見せる、相手の動きをよく見、完全にもう見切ってますからね、見ていますね。ただ見切って、はい、狙いすぎないことですね。さあ右、右のボディーブロー西岡です。足を使います。西岡俊明、リング中央アバハラビー、左のボディーブローから今度はまた左ストレート、うん、狙い右、さあ連打だ、さあ西岡の連打、左を出しました西岡、右、西岡がこのあたりちょっと身のガードを下げまして、余裕の表情とも伺える、そういったスタイルでボクシングを続けています。さあ左、まあ、カウンターのタイミング取ったり、はい、相手が打ってこなかったらまっすぐ打ったり、右のボディーブローです、まあ、いろんなことを今試しているところではあるんですね、はいはい。このマルセイユのファンに次の挑戦者は自分だということをアピールできるような、その最高のパフォーマンスをしたいと話していた西岡俊明。さあ西岡が一旦またリング中央に戻りました。右から左をつきます。アバハルニーも大きなパンチを打ってきます。西岡少し距離を取って右のボディーブロー、またスッと離れました西岡、左から右、さあ連打、あっと左が当たりまして、もんどり打って倒れましたアバハルニー、ここら辺りで決めなきゃ、最後は左のストレート、さあカウントが、あっと止めました、止めました、テクニカルナックアウト、西岡俊明第2ラウンド2分過ぎ TKO 勝ち、最後は鮮やかな左ストレートでアバハラビーを仕留めました、まあ、あの格の違い見せたということでは、はい、ある意味、フランスのお客さんに、アピールできたんじゃないですか、はい。まあ、西岡にとっても去年10月その中島との非常にそのタイトな試合をクリアしましてね、で今年を迎えたわけですが、それでここから本番なんですね、はい。その本番前に、はい、西岡というのはこういう男だと、いうことを、まあ、今日の相手とは格が違いましたけどね、はい、フランスのお客さんには十分アピールできたんじゃないですかね、はい、あのフランスの地元の期待、モンシプールとはまた違ったスタイルの、その今世界1位にランクされている西岡なんですが、あのモンシプールと早速比較してるでしょうね。なるほどね、この目の肥えたマルセイユの地元のファンの皆さんの前で立ち名乗りを受けます。これで西岡25勝目、15個目のノックアウト勝ちということになりました。西岡の今後への期待を浜田さん、うん、まあ、あとは世界タイトル一本ですね、はい、これだけに絞ってどういうパターンでいくか、そして、自分のやってきたことを次の試合では全部出さなきゃこのクラス取れないですよ、はい。ここまでは浜田剛さんの解説でお送りしてまいりました。